それはおもろい。石津イシュタールが持っている千年タオク。オイリスクの巨神経陛下の二択ないのこれ。やっぱ体力測定でやってました。体力測定の時のなんかあの八角形か六角形あれって結構その人のことが現れやすい図やと思うんですよ。はい、ということでやっていきたいのがこのレーダーチャート誰でしょうクイズよー。なんか長座体連屈1とかね。何やってんのお前これ。ならかったの昔めんこ、めんこみたいなやつ。俺やってないのそれ知らん。これ牛乳瓶の蓋とかはやってたけど。ちなみに僕が中学校1年生になった瞬間から牛乳瓶じゃなくなったっていう話で一応しとくわ。瓶やったのに三角形のパックに変わった瞬間がある。俺でもあれだ、初めなんか三角形のピラミッドみたいなやつやってるな。そうです。何ピラミッド、プラスチックやばいな、あれな、はいはいはい、知らん、知ってますよ。そんなんはいいね。はい、ということでまこさんがね今回問題作ってくれたということでね、まあ、誰かの名前なんでもう今回早押しです。6個能力あるからその最初の1個しか開示されてない状態で当たったらこれ6点です。これ1回休みってのはあります。あ、次の人が誤答するまで。誤答すれば、誤答すれば次 OK。 まあでもね、俺さ、ねづちちゃんでしか知らんから。じゃあねづちしか答えちゃダメよお前。だからあの、痛い痛い、俺の学校でもさ社会のテストに全部ザビフに書いて2点取る。はい、ということでじゃあやっていきたいと思います。ということで、Make it possible with 静止明太。その話、そこじゃなくて、その話その話関係ない。第1問、1つ目のこれです。ジーン、ネズッチ。平均が5ですね。平均が 5、はい、呼び乗りたくみさん。ハイチさん。ネトッチ。誰やねん。ネズッチがハンダ、ハンダ。ハンダは確かにそれぐらい。ハンダ学力が違うあれ。それぐらいかもね。あいつ大学1回生の時に、うん、集団塾持ってめちゃめちゃ頑張ってるアピールしてた。あ、してた。いやマジで授業構成大変やわーみたいなことずっと言ってたから。続きまして、こちら身長9。なるほど。全顔のお父さん。俺の父さん、俺より身長低いからね。そうなんだ。花尾さんのお父さん。俺父さんちょっと俺より低いのね。そうなんですよ。あいつと一緒やった。YouTuber や言うとんねん。というわけで次のパラメーターはこちらです。ゲーム好き8。8です。俺ちゃうわ。あ、身長でも9ではない。わかった、杉山浩一。なんでやねんお前。ドラクエ、ドラクエの曲作ってる人やから。あの人、あの人ゲーム好きやから。わかったわかったわかった。植松信夫。ファイナルファンタジーの作曲。というわけで、4つ目のパラメーターはこちらです。アニメ好き8。なんかもう分かったけど当てていい、これ。当てていいって言われたら。はじめ社長。おっ、来た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 。あー、俺も分かってたよ。そんなん俺も。後のパラメーターは、後のパラメーターじゃあ予測しよう。実験9。あ、分かった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 。あの、フォッサーマグナ10。いや、それ僕も持ってました。僕も同じ。静岡なんでね。ローソン8。あー、ローソン。しょっちゅうローソン行ってますね。カード開封5。じゃあ、マジな話、これ。はい、何言おうとしたの。こっちに夢中だよ。あれはあの先見性8。あー確かに、最初ね。もう今回お気に行きまくったんですね。格好さん8の遊戯王10です。あ、遊戯王10。誰か言ってなかった。カード開封って言ったじゃん。はい、というわけで第2問はこちら。身長5。伸びた。伸びた。確かに伸びたぐらい。あ、分かったガチャピン。いつかやってるよ。ムック。お母さんと一緒。はい、あの、次パラメーターは、はい、ですアニメ好き9です。身長がアニメ9。アニメ9。僕、花尾さんは9か10ぐらいですね。アニメ、じゃあ同じぐらいってことね。あのイメージです。はい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 。モンスタージョン TV。 回ってそうやけどな、今。惜しかったですね。お願いします、海賊団。あっ、あとあの人、身長、平均身長ぐらいって高橋さん。PDS チャンネル。惜しかったな。惜しかったの、食べ物。
惜しかった。惜しかった。多分惜しかった。勝手に。はい。で、三つ目は、こちらです。えぐれ6。あ、ここちょっと発言、ちょっと気をつけた方がいい。よくやろうがいいな。発言気をつけた方がいい。ぐれってずるいな。発言気をつけた方がいい。しかも、でもあいつの見た目、あいつの種類があると。あ、まあまあそうですね。ななこちゃん。ちょっと会ってほしい。えっちゃんさん。6ではないでしょう。わかったわかった、キズの愛。あー、確かに。いや、あ、わかった、あ、デカキンさん。長野筋肉。あ、そのパターンもある？あるな。違います。毛ガニの秋山。あー、わかった。山田勝美。4つ目はこちらです。早口キューってさ、あ、誰？いつもここから。どれだけだけだよ。あ、これやろうぜ。確かにあいつら、確かにあいつら胸出てるわ。だから。すごいな。これあれじゃ、ねずっち。さすがにな。さすがに、さすがにな。さすがに。そこでさすがにな。ここ目はこちらです。唇。唇八。ああ。石原さとみちゃん。ああ、それ思いました。ああ、それ思いました。ヤバティ。唇が。唇でかくてってこと。あの、ミキポン。あ、違います。もうデカさん、最初の最初の縛り。お前、待てた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 。でも平均よりちょっとあるっていうことでしょ。はい。じゃあ、はいはいはい、ちょっとはい。過去人。え、あるんですか。あ、あるで。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 はい、というわけで、6つ目のパラメーターはこちらです。え、なに、挨拶中。エミリーさん。あ、あ、正解でーす。やったー。なるほど。でもお前がエミリーのこと胸ロックって評価してるの結構気持ち悪いね、お前。じゃあ最終問題ね。え、これ俺勝ったらトミー復帰で大丈夫ですか。まあよかろう。あ、よかろうよかろう。来た。その代わり負けたらラコス。ラコスでも禁止する。ああ、どうかな。トミーとラコスで禁止されたら結構着るもんないあー、でもブルックスブラザーズがある。ブルックスブラザーズがある。はい、はい、最初のパラメーターこちらです。お金ねずっち。賢さ10です。めちゃくちゃ賢いけどお金がない。二宮金次郎。あー、確かに賢い。 あ、わかった。福沢諭吉。1万円やから1。はいはい。お金。お、確かに。すいません。危ねえ危ねえ危ねえ。あ、惜しかったな。いきまして。身長もない。わかりました。何？お、翔ちゃん。あ、正解だ。うわー、でもまだ4つ、まだ終わってないね。まだまだパラメータ残りのパラメータ当てるっていうのがあるから。あ、わかったわかったわかった。よし、来た。はい、おもちゃ8。違う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 。はい、違う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 。はい、青い9。よっしゃー、よっしゃー。じゃあまだあるまだあるまだ青い。まだ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 。語彙力10。あ、それ賢さ入ってるから。あ、そういうことか。そうだ。演者10。正解。おー、今、花尾さん6、電源さん6、キム7です。え、まだ、まだあるです。あと1個、あと1個あるんですよ。都市2。正解。若さです。ラコステ押しちゅう、トミヒリ没収、お前は全裸でマッパッパッ。